チビジュンコ来たー。何やってるのよ。あ、今日フェスゲンのジュンコが来たらしいよ。なんでスカーレット姉妹がここにいるのよ。シキさんが、ゲスト、として呼んだらしい。私たちレギュラーメンバーじゃないの。レギュラーにすると、字幕とか、いろいろ考えなくちゃいけないからな。絶対500個以内に出してやる。人はそれをフラグって言うのよ。ちびじゅんこ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 。太子様の側近中の側近、物の部の父だ。入信希望ならトジコに。お、そうじゃないのか。ちそうね。フラグ回収お疲れ様。まだだ、まだ終わらんよ。悲しみの向こうへとたどり着けるなら、よく風結晶500個集めたわね。まあ、イベントとかストーリーとかで集めたから。これが東方ロストワード。天井まで引くのか？いや、シキさんが集めるのをやめて、心がぽっきり折れて、精神崩壊したらやめる。あやの言ってることがえぐいわよ。あのバカ。そんなの知らん。これは罠だ！あやのとシキさんって不仲なの？私たちシキさんに会ったことないけど。いや、私と霊夢は会ったことがあるから、関係性はわかる。またシキさんが何か起こしたのか？実はシキさん、ゆっくり、茶番劇を一時中断してゆっくり、実況に移転しようかなぁと話してさ。は？ゆっくり、茶番劇、未完成が多すぎるし、あのヤンデレ乙女ゲーム続きみたいって、コメント来るけど、そこんところどうするのよ。私に聞かれても、それに、最近再生回数が伸びなくて、シキさん半泣きしてて、一時的に家で泣きわめいて、ゆかりに預けたわ。うわぁ、シキさんメンタルが脆い。まあ、シキさんここ最近、精神が不安定だからなぁ。それに創造性が高く、ゆっくり茶番劇で何とかしているが、機材費が高いし、それにいつパソコンがなくなっても、おかしくない。私はヘカーティア・ラピスラズリ、地獄の女神だけど、今は君を導く幸運の女神よ。だからゆっくり実況に路線変更して、パソコンが壊れても編集できるようにするの。まあそう言うけど、なかなか見てくれないんだよ。シキさんの努力次第で見てくれる人が変わるし、頑張れって祈っとこう。泣く子も黙る疫病神、より神ジョーンとは私のことよ。あんた全然お金持ってないけど平気なの？これで来なかったら運営を訴えてやる。まあ仲間確率が 10% くらいになってほしいよね。キャラクターが来たが、フェスゲンの純子が来るとは確率低いからな。